はいどうも、怪異妖怪専門チャンネルのムーマンです。今回の動画はですね、ラジオ形式でやっていこうと思います。まあ、1万人突破、ちょっと前なんですけれども、ありがたいことに皆さんのおかげで1万人突破をしまして、その記念のラジオということでやっていこうと思います。で、皆さんにですね、コミュニティ投稿の方でラジオやるからどんなこと聞きたいですかとか、どんなこと話してほしいですかってことをいろいろ募集させてもらったので、それについていろいろ答えていければなと思っています。結構ね、皆さん気になっているところだと思うこともあるので、そこをね、主に話していければなというふうに思ってます。なんでね、この動画は基本画面は一枚絵で動いてないと思うので、何か作業でもしながら、なんか寝る前とか作業しながらとかに、なんか気楽に聞いてもらえればいいのかなって思ってます。で、このラジオ形式の動画が好評だったり、結構皆さんにね、楽しんでもらえてるようなら、妖怪についてのラジオだったりとか、あとはもっとなんか、本当にラジオっぽいこともね、できていけたらいいなとも思ってるので、ぜひ感想なんかね、コメントで教えてくれるとありがたいです。早速ですね、コメントで質問にあったことを話していこうと思います。一番多分皆さんが気になってるところなんじゃないかなっていうのが、まずこちらですね。あなたの動画の妖怪創作じゃないですかっていうコメントですね。この今回コミュニティ投稿にラジオやるから質問ありませんかって投稿して、そこに一つね、創作妖怪なんじゃないかみたいな話、コメントがあったっていうのと、あと結構いろんな動画でも創作じゃないかっていうね、コメントがありますので、この場を借りて、その件について話せればなと思うんですけれど、結論から言うと、一部創作が含まれてるってのは事実ですね。なんで、全部本当のことだと思って楽しんでくれてた方には大変申し訳なくて、はい。今回それはなんで話そうかなって思ったかっていうと、コメントで結構創作だからふざけんじゃねえみたいな、お怒りの言葉をね、もらってるのもあって、それにちょっと気にしてってわけじゃないんですよね。むしろ、信じて楽しんでくれてる人に申し訳ないなって気持ちが強くて、ちゃんと話しておこうかなっていうことで、話させてもらってます。で、全部じゃないです。もちろん。そもそも妖怪が創作、なんていうんですかね、僕が作ったわけじゃなくても、そもそもスタートが創作なんじゃないかっていうところはね、一旦置いておいて、一部創作が含まれてるっていうのは事実ですね。なんで、今後の動画については、なるべく創作ではなく調べた上での妖怪や怪異を紹介していければなと思ってますし、なんかいいアイデアがあって創作でもしやってる場合はフィクションっていう風にね、ちゃんと記載していこうかなって思ってるので、そこは、その上で楽しんでもらえればなという風に思ってます。はい。で、ルールっていうか、僕がその動画を作る上で一個ルールがあって、地名を明らかにしているものは、創作ではないよというふうに伝えておきたいですね。最近よくやってる何々県の妖怪3選みたいな動画は創作ではなく全部調べた上での、動画になってますんで、結構ね、創作の動画にも創作ってコメントつくし、創作じゃない動画にも創作ってコメントつくので、どっちにしろってところはあるんですけど、この場を借りてね、言っておくと、地名を明らかに言っているものでは創作 の妖怪ではないので、そこは楽しんでもらえればなというふうに思ってます。はい。そもそもなんで僕が創作妖怪を投稿、っていうか作って投稿したかっていうところだと、さっきも言ったように、妖怪がそもそも始まりが誰かしらの創作で、それが信じられたり、語られていくことによって、現代まで続いているっていうふうに思っているので、自分もその発端になれればなって、ちょっと浅い考えでやっちゃってたところはあるんですよね。ただ結構皆さんに楽しんでもらえてるところもあったので、ちょっと味を占めちゃってたっていうのはあるかもしれないですね。なんで勘違いさせちゃったりしたところは本当にすいませんでしたっていうところですね。はい。でも創作でもね、楽しんでもらえてるのであれば、今後もフィクションってことを明らかにした上で作っていこうかなと思ってるので、その件に関してもどう思ってるか皆さんのコメントくれるとすごいありがたいですね。で、創作じゃない妖怪、例えばマイナーな妖怪も結構紹介してると思うんですよ。っていうか多分マイナーな妖怪の方がほとんど紹介してるものの中では、マイナーな妖怪が
何割、もう本当に9割ぐらい占めてると思うんですけど、まあメジャーな妖怪ももちろん知ってはいて、例えばぬらりひょんみたいなあの妖怪とか酒呑童子とかね、そういう有名どころは皆さんも知ってるかなっていうところで、まあ皆さんが知らないようなマイナーな妖怪を紹介できたらなっていう、まあ一応そういうコンセプトでやってるところはあるので、まあマイナー妖怪の出典についても質問があったので答えていきたいと思います。で、基本的に僕が動画を作るにあたって調べている書籍、参考の書籍は、あの、浅里いつきさんの日本怪妖怪辞典っていうものを、読んで参考にしています。はい。ぜひ読んでみてください、皆さんね。これ、全国版があるんですよ。関東編とか、近畿編とか、北海道編とか。そういうのがあるんで、もしぜひね、読みたい方は買って、結構、まあちょっと高いんですけど、まあ分厚い本なんで、2000とか3000円ぐらいしちゃうんですけど、まあ、面白い本なんで、ぜひ読んでみてほしいですね。はい。まあだから、ネットに載ってないから創作なんじゃないかっていう声もちらほらあって、まあ確かにネットで、怪異妖怪データベースっていうサイトがあって、そこね、結構網羅してるんですよ。はい。僕も動画作ってて、妖怪の名前を本で見て、ネット検索かけると、その怪妖怪データベースがね、何かしらヒットすることがあって、結構優秀なサイトなんで、そこでも十分楽しめると思うんですけど、まあ、さっき話した日本怪妖怪辞典とか、あと他にも耳袋っていうね、本を参考にしてるところもあるので、まあ、中には、ネットに載ってないものもね、あると思うんですよね。前、愛知県って東海地方の、怪異妖怪を紹介した時にカマキリさんっていう怪異を紹介したんですけど、多分ねカマキリさんで検索してもカマキリしかヒットしなかったりねすると思うんですよね。だからネットに載ってる情報は確かに信憑性というかねいっぱいあるんで、それに載ってないと疑わしいところは確かにあるのはわかるんですけど、まあ、結構本読んでみるとかなりマイナーなものもあるんでね。あとね、まあ一個言うと、浅里いつきさんのその本の中でタイトルが一個一個決められてるわけなんですけど、そこがね妖怪名じゃない場合もあるんですよね。なんか現象名だったり、現象名っていうか文章だったりするわけですよ。例えば海からやってくるものとか、なんとかね映るものみたいな感じのタイトルだったりすることがあって、そういう時は便宜上僕の方でネーミングつけさせてもらってる時もあるので、それはちょっと検索には引っかからないかなっていうのはありますね。はい。まあ今後はね、なるべくメインにしろショートにしろ、出典がある場合は出典を明らかにしていこうと思うので、まあ概要欄とかちゃんと見てもらえれば、この妖怪はこの本のこの部分から引用というかね、参考にしてますよっていうのを書いていこうと思うので、気になる方はそっちを見てください。はい。ですかね。というのがまあ創作に関して皆さんが気になっているところだと思うので、この場を借りて、説明させてもらいましたんで、納得いただけましたかね。はい。まあ、何か他にも、ね、気になることあればコメントで全然聞いてもらえれば、基本的にあまりにも攻撃的な質問じゃなければ返していこうかなと思ってるんで、ぜひぜひコメントお待ちしております。じゃあですね、他その創作とか出典についてはこの辺にして、他の質問にもね答えていこうと思います。1個質問にあったのが、ぬらりひょんに関してちょっと教えてほしいってコメントがあったので、ぬらりひょんに関して話していこうと思います。皆さん、ぬらりひょんに関してどんな印象をお持ちですかね。多分ですけど、妖怪の総大将みたいなトップ、親玉っていうイメージがあると思うんですよね。まあ、僕も結構そのイメージありました。ぬらりひょんの孫とか、あとゲゲゲの鬼太郎でもそうですけど、まあ結構総大将的な立ち位置でぬらりひょんって描かれてますよね。で、このぬらりひょんが総大将っていうのはおそらく創作です。はい。ぬらりひょんの出自というか出典というか、初出の場所っていうのは多分鳥山石燕の画図百鬼夜行とか、化け物尽くし絵巻とか、百怪図鑑っていう、まあすっごい古い本に絵が載ってるわけなんですよ。で、絵が載ってて、まあぬらりひょんとかぬーりひょんって名前が横に書かれてるんですけど、じゃあ実際どんなことをする妖怪なのかっていう解説は載ってないんですよね。うん、例えば今イメージであるのは、勝手に家に上がってお茶をすすったりタバコを吸ったりする妖怪っていう風にことを知ってる人もいるかもしれないんですけど、そういう風に書かれてはないんですね。なんでぬらりひょんがそういう妖怪っていうイメージは、まあ近現代の創作によるものだという風に思います。
なんでちょっとね、ぬらりひょんが最強妖怪だって思ってる人からすると、なんか肩透かし食らったようなねところはあるかもしれないんですけど、まあ実際そうだったのかもしれないんですけど、まあそういうふうに書かれていることはないっていうところですね。で、岡山県にもぬらりひょんっていて、海坊主の一種としてぬらりひょんが語られているんですよね。海の中にぬらりと頭だけ現れて、捕まえようと思ったら沈んで、違うところにひょんって浮かんでくる。ぬらりと現れてひょんって浮かんでくるからぬらりひょんみたいな、いうふうに言われることもね、岡山県ではあるみたいです。はい。で、妖怪画壇全集日本編っていう本の上巻には、まだ宵の口の東映にぬらりひょんと訪問する怪物の親玉っていうふうにぬらりひょんの説明がされているんですよね。ただ、この本、まあそもそもぬらりひょんの出自がさっき話した鳥山世間のガズ百鬼夜行とかで、そこには一切解説が載ってないので、まあ、この妖怪画壇全集が何をもって親玉と明記したのかは不明で、おそらくは著者の想像によるものなんじゃないかなというふうに考えられてますね。なんで、ぬらりひょんに関しての説というか正体を、まあ、総括すると何もわからないというのが正直なところですね。まあ、何もわからないっていうのもまたね、妖怪っぽくてなんかいい感じではありますよね。で、もう一個ぐらい話して今回の動画は終わろうかなと思うんですけど、ゲゲゲの鬼太郎とか妖怪ウォッチの元ネタを教えてくださいっていう話がありました。で、まあ、時間の都合上ちょっと鬼太郎の方にフォーカスしたいっていうのと、まあ僕がね、妖怪ウォッチ通ってないんで調べないとちょっとわからなかったので、まあ一旦鬼太郎の方はね、知識としてあるので、鬼太郎のね、鬼太郎と猫娘についてちょっと話そうかなって思います。鬼太郎の正体は、まあ、出自というか、そもそもの鬼太郎の元ネタは、飴屋の幽霊っていう幽霊だというふうに言われてます。ゲゲゲの鬼太郎って、水木しげるが作った鬼太郎が、原作というか、ね、一番初めじゃないんですよ。もともと、紙芝居のゲゲゲの鬼太郎っていう作品があって、それは水木しげるさんが作ったものじゃないんですね。で、その水木しげるさんが作ったものじゃない紙芝居の鬼太郎において、参考にしたのが飴屋の幽霊だっていうふうに言われてるんですね。で、この飴屋の幽霊ってどういう幽霊かっていうと、あれですね、いわゆる産根みたいなところもあるんですけど、要は赤ちゃんを身ごもったまんま亡くなっちゃった女の人がいるんですね。で、赤ちゃんも一緒に亡くなっちゃっただろうってことで、お腹大きいまんまお墓に埋められたんですよ。で、その日以降、毎晩夜になると一軒の飴屋さんに女がやってきて、飴を一つくださいって言って一文渡してね、飴を買っていくわけですよ。で、6日間一文、はいどうぞ、もう一文どうぞっつって、毎晩飴を買っていったんですね。で、7日目に女はお金がなくなっちゃって、着物を渡して、この着物をあげるので飴を譲ってくれませんかっていうふうに飴屋さんにお願いして飴を買っていくわけですね。で、翌朝、その飴屋がもらった着物を干してると、その着物を見た一人の男がですね、この着物どうしたんだと。この着物は私の死んだ娘のものだっていうふうに言うわけですよ。飴屋は昨日会ったことを話して、男と一緒にその亡くなった娘の墓を掘り起こしに行くと、そこにはですね、まあ、骸骨になった女の遺体と、飴を食べながら生きながら会える赤ちゃんの姿があったっていう物語なんですね。要は、女は亡くなった後も赤ちゃんが生きてることで、まあ死んでも死にきれず飴を買ってね、赤ちゃんに与えて赤ちゃんを生きながらえさせていたっていうお話なんですよね。こういう愛にあふれた幽霊の話なんですよ。で、ちょっと悲しいのが、この6問、1問渡してますよね。1問で飴を買ってますよね。で、6日間ってことは6問渡してるわけじゃないですか。これ6問線って言って、六文銭でどういう意味があるかっていうと、亡くなった人が三途の川を渡るために必要なお金なんですよ。三途の川の渡し船っていう船があって、それを船に乗ることで無事三途の川の向こう側に行けるわけなんですけど、その三途の川の渡し賃、お金が六文なんですね。なんで、この母親の幽霊はですね、六文銭そこで使っちゃったので、三途の川を無事渡ることができるかわからないっていう状態になっちゃったわけなんですね。まあ、だからそれほどまで自分の子供を大事にしていたっていう愛にあふれる話なんですね。はい。それが、まあ、鬼太郎の元ネタというふうに言われてます。まあ、続いては猫娘の話なんですけど、猫娘って聞くと多分、
というか、まあ、中には猫股が元ネタじゃないかっていうふうに考える方もいると思うんですけど、まあ、おそらく違うかなというふうに思います。まあ、もちろん水木しげるさん本人の話じゃないんでちょっとわからないんですけど、まあ、過去僕が動画を作るにあたって調べた限りでは、まあ、猫股ではなかったんですよね。で、これある人、まあ、話があって、三味線職人の娘が猫娘の元ネタというか元来の姿だったんじゃないかみたいな風な説はあって、これ三味線職人がなんでって話だと思うんですけど、昔三味線を作る時って猫の皮を使ってたんですよね。要は猫を殺してその皮を剥いで三味線を作っていたわけなんですよ。なので三味線職人は猫から恨まれてるわけですよね、言ってしまえば。で、ある日三味線職人の娘に猫の怨念が取り付いて、まるで猫のように獣のように振る舞うようになって、ゴミとか虫を食い漁ったり屋根の上に登ったりしたっていうような話が、猫娘っていう話があるんですよね。そこからね、あの鬼太郎の猫娘は着想を得ているというか、まあ、ちょっと来てるんじゃないかなというふうに考えますね。まあ、過去に鬼太郎の元ネタについてっていう動画を作ったので、まあ、それもね、あの見てもらえればなと思うんですけど、そこではそういうふうに話してますね。はい、猫娘はおそらく猫股ではなく三味線職人の娘なんじゃないかというふうに思ってます。で、まあ、砂掛けババとか小泣きじじいとか、まあ、実際そこら辺はね、あの元ネタというか実際の伝承として妖怪が存在するので、まあ、そこはね、さっき話した浅里いつきさんの日本怪妖怪辞典とか、あとはですね、日本妖怪大辞典っていう、これ水木しげるさんが監修というか、なんだろう、待ってね、水木しげるが絵を描いてっていうね、本があるので、ぜひね、日本妖怪大辞典っていう本もあるので、読んでみてください。そこにスナッケババとかね、小泣きじじいとか載ってますので、はい。と、まあ、今回のラジオはこの辺ですかね。結構創作とか出展についての話は長くなっちゃったので、この辺にしたいと思うんですけど、まあね、他にも質問で美人妖怪とか全国の強い妖怪を紹介してほしいっていう風な声があったので、もしラジオ動画がもしね、好評であれば、いろいろ調べて、気軽に話していこうとも思っているので、まあ、コメントとか高評価とかで皆さんの感想だったりを伝えてくれると、まあ、今後動画を作りやすいかなって思います。で、今まで作ってるような、ああいう7000とかね、なんとかなんとかの妖怪7000みたいな動画も今後も作り続けていくんですけど、まあ、ラジオ動画もね、出していければなっていうふうに考えていたので、まあ、見てもらえないと作る意味がね、なくなっちゃうので、まあ、ぜひ見てほしいっていうのと、まあ、ラジオでもこんな風な話をしてほしいとか、いうようなコメントとかいただければ、ラジオを作るので、ぜひコメント、感想よろしくお願いします。というわけで、今回のラジオはこの辺にしたいと思います。1万人記念ラジオと言いつつも、2万人突破ありがたいことにしてしまいました。しましたので、まあ、好評であればすぐ2万人記念ラジオをね、やりたいと思ってますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。それじゃあ、この動画はこの辺で。それでは、さよなら。